はい、皆さんこんにちは。今日の動画のテーマはゴールキックからのビルドアップです。ベースとなるフォーメーションは 1-4-1-3-2、 対戦相手は 1-4-2-3-1 です。それでは解説を始めます。今回の動画は8つの場面を作成しました。1つ目の初めに相手とのマッチアップを確認します。青のエリア、赤のエリアで数的優位を作り、オレンジのエリアでは数的不利となります。相手のユニットはこのようなイメージになります。相手のサイドが空いてくることが予想されます。相手の9番がサイドへ誘導してきた場面となります。ライン突破を試みるピンクのエリア、安全にボールを受けられるオレンジのエリアにポジションを取り、ボールを受けられるようにします。ラインを突破できたら空いているサイドを有効利用します。前のスペースが空いているときは積極的に持ち出します。相手の状況を確認し、より最適なプレイを素早く選択して実行します。それでは 3D の映像を見ながらイメージを膨らませましょう。2つ目の場面は相手の9番がサイドへ誘導してきた場面、その2です。サイドのスペースを相手の7番がケアしてきた場面です。ラインを突破するパスを選択し、10番へパスします。相手の7番がサイドの2番を気にしてポジションを取ったため、11番へのパスコースができます。その隙を逃さず素早く11番へパスします。ラインを突破できたら最終ラインの突破をできるようにプレイを選択します。ボールサイドでパスコースを作り出すことで逆サイドにスペースが出来上がります。幅の広い選択肢も持つことができます。それでは 3D の映像を見ながらイメージを膨らませましょう。3つ目の場面は相手の9番がサイドへ誘導してきた場面、その3です。相手の7番がセンターを意識しポジションを取った場面です。ピンクのエリアにポジションを取ることで相手を引きつけます。空いたサイドの2番を利用します。ボールをゴール方向へ進める努力をします。素早くサポートをしボールを動かします。相手の状況を観察し、その状況に合ったプレイを選択していきます。選択するプレーの優先順位はライン突破できるパス、安全に受けられるパスとなります。素早く周りがパスコースを作り出すことが必要です。また素早い判断も重要となってきます。それでは 3D の映像を見ながらイメージを膨らませましょう。4つ目はサイドバックの2番と3番が高いポジションを取った場面です。相手の7番3番がサイドバックの2番をケアしてきます。それにより空いたスペースへボールを運びます。さらに高いポジションを取ります。
相手の最終ラインに人数に対して同数の攻撃人数をは位置します。この場合、積極的に前へボールを動かしていきます。一瞬の隙をつきます。ボールの近くにも必ずパスコースを作ります。それでは 3D の映像を見ながらイメージを膨らませましょう。5つ目はディフェンスラインの一つのサイドが高いポジションを取り、残りのセンターバックとサイドバック、ゴールキーパーで4人でビルドアップする場面です。10番、8番、11番が中央でボールを受けるポジションを取ります。サイドの2番がフリーとなります。5番のポジショニングが大切となります。スペースがあれば素早くボールを前に進めます。相手との人数が同数になっています。素早くボールを前に進めていきます。そして、ラインを追い越し、サポートをします。それにより、局面で数的優位を作り上げることができます。それでは、3D の映像を見ながら、イメージを膨らませましょう。6つ目の場面はフリーとなっている2番へフィードする場面です。ビルドアップのスタートポジションを4人にするとサイドに有効なスペースが出来上がります。ボールを配球するとすかさず相手が対応してきます。この場合、積極的に相手の裏のスペースを利用していきます。安全にボールを受けられるポジションも取ります。素早くボールを前に動かします。それでは 3D の映像を見ながらイメージを膨らませましょう。7つ目は4人でスタートポジションと取ります。相手の7番のポジションに応じてパスコースを作りプレイを選択していきます。常に相手の動きを見てプレイを選択します。ラインを突破できるパスを出した後は素早くサポートし相手のプレスを回避していきます。素早くプレイを判断することが求められます。5番のサポートは3人目の動きになります。4番からパスコースを切られている場合は次のプレイでボールを受けられるように動きます。そうすることで相手の守備のプレスを避けてボールを受けられます。前が空いているときボールを動かします。ボールを可能な限り相手のゴール方向へ動かします。サポートも相手のラインを越えてもらえるように動き出します。それでは 3D の映像を見ながらイメージを膨らませましょう。最後の場面は4人のスタートポジションから3番へボールを配球する場面です。人の配置は少ないですがスペースが空いているのでそこを有効利用します。ピンクのエリアへ積極的にボールを動かしていきます。
相手の守備がスライドして対応してくる前に動かします。安全にボールを受けられるポジションを取り、ボールを相手に取られないようにします。常にラインを突破することを考えながら、プレイを実行していきます。相手のプレスを回避するために素早くサポートをしていきます。相手の守備を止めるためには、必ずゴール方向へ進む努力は必要となります。それでは、3D の映像を見ながらイメージを膨らませましょう。皆さん最後までご視聴いただきありがとうございます。動画を見ていいなと思いましたら高評価をお願いします。またチャンネル登録もお願いいたします。皆様の高評価、チャンネル登録が動画を作る心の支えとなっております。ぜひよろしくお願いします。